メンバー愛見しとこう。メンバー愛見しとこう。立ってくれ。メンバー愛見しとこう。あー、立ってしょー。巨乳がすんねん、その人。僕が進行しちゃっていいっすか。俺にさせろや。やりました。よし。はい。なんやろうな。プレゼントしたいなって。おお、何それ。じゃんけんに勝った一人だけ、そいつは他の4人からプレゼントもらえる。いや、最高の曲や。なるほど。で、その人は採点してもらいます。うわ、それぞれのプレゼントをね。うん。で、最終的に一番点数低かったやつが。なるほどね。そいつが欲しいも買ってこないだよね。だから好みとか分かった上で。うん。俺はそうやな。エロ、エロ。俺は車。無理じゃん。車。行くぞ。一人勝ちしたのか。最初はゲー。チャゲバイ。やっしゃ、やっしゃ、やっしゃ。お前敵やろ。お前敵やろけ。お前近づくな。お前敵やろ。お前敵やろ。お前、お前、うん、うん、誰か止めてくれ。オッケー、大丈夫。いくで。最初はゲー。もうなんかボケるのもいいよな。やってもいいっすよ。はい、頑張りました。改めていきます。お願いします。一日たったでー。まあみんな俺のために争ってくれて。まあそうやな。ということでオッケーですよね。腹立つけど、選んでた楽しくて楽しくて。タイプですね。俺はゲボ吐きながら選んでたな。いや、あのちょっと体調悪いんだしな。そうなんじゃなくて、お前が嫌いやから。俺は相当じちゃいます。あ、マジ。いや、俺マジやばいって今日。え、ちょっと待って、なんでなんで昨日と復活した。なんで。じゃあ早速見ていきたい。私行きますか。順番大事なの。そうやな、確かに。あー、3番。おお、じゃあ俺も2番。いや、お前はおかしない。文法おかしない。じゃあ俺、あ、俺やな。いや、ハホー。じゃんけんの順番分かってんやつ。俺ヤホー。ヤホー。今日は一段とアホなんで。エントリーナンバー1、トモヤン、ドラ君。おお。じゃあまず君の好きなものといえば。え、僕の好きなものですか。まあ、うなぎですかね。まずはケツ、ケツ、ケツ、ケツかな。ケツも好きな。体毛、体毛、体毛とかね。体毛好きな。バイ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 。まあ、ガチ言うとうなぎ、はいはい、ケツ、あとまあ必需品で赤い服。赤い服も好きや。以外は俺の知らない。サッカー、サッカー、サッカーや。サッカー、サッカー。シュート決めたらどうする。シュート決めたら、シュート決めたら。動画の時いつもやってるやん。あれやってや。え、もうこれか、それやね。今今出た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 。ええ、これか、これ。うんうん、これ。え、ちょっと待って、開けてよ、開けてよ。ちょっと待って、それはえぐい。いや、今俺1番にサッカーって弱かったんがアホやったわ。俺マジでサッカーですから。これからえ、ほんまに嬉しいやつやん。だいぶ興奮してる。だいぶ興奮。俺は興奮するよ。だいぶ興奮してる。今日楽しいだけの日や。いきます。はい、開けてください。はい、僕の勝ちです。はい、僕の勝ちです。え、2択当てました、今。何。いや、あのね、いろんなクリロナはプレミアリーグ、ムバッペ、リーグワンなんです。リーグが違う。おい、これ開けてよ。めっちゃ嬉しいやろ。俺これめっちゃ金で、これで終わるのが僕じゃないよ。ええ。1個開けて。いきます。え、なにこれ、なんで、なんで、なんで。11個の黒い玉、開けてよ。じゃあ、開けるな。うん、1個開けて。1個開けますね。何ちゃうの、黒玉やな。黒玉、黒玉。これ、何これ。うわ、え、え、ちょっと待って、ちょっと待って。一発目でさあ出てきた。
やばい。うわぁ、マジ見て、一発目でサラ来た。サラ落ちてる。一番俺の待ち受け、今の一応これ11個あるんですよ。なるほど。ってことは、うん、サッカーチーム作れます。うわ楽しい。だからもう、あの楽しんでチーム作ってください。いやありがとうございました。あ、もう俺エントリーナンバー2、たかし師匠。はい。いや恭平って呼ぶ。うわ、下の名前が本名。え、恭平の性格を一番分かってるのは俺じゃないかと。おお、まずあんま本名出されたくないです。よし。で、その恭平っていうのは、聞いてた、人の気持ちを考えすぎてしまうところがある。ああ、ちょっと気遣いやさんみたいな。だから大層のプレゼントとかをもらってしまった時に、これ火なあかんのかなみたいな、陥ってしまう。そういうの加味して、僕のお下がりです、今回。あ、もう分かったわ。うん、俺ちょっと欲しいなって言ったことある。なんなん言ってよ。じゃあなんなん。え、ちゃんちゃん。そんなわけないよ。よかった。お前ふざけんなよ。こいつね、寝巻きで赤いやつ持ってて、赤いだけで、あ、ちょっと欲しいなって言ってくれたから、もうそれ持ってきたら、もうここあたり一面焼け野原ですよ。危なかった。危なかった。危なかった。ちゃんちゃんのトンネル、ちゃんこやばいじゃん。さすがマンバ。ちゃんこなんて。お前ちゃんちゃんこやないかい。俺動画とかで来たら貫禄でえぐいから。いや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 、もうちょっと。いやいやいや、めちゃくちゃ似合ってるやん。いや、でも似合ってはいいな。めっちゃ気持ちよかった、正直。え、お、ほう、ちゃんちゃんこやないかい。おー、すげえ。喉通るというか。あ、ごめんなさい、忘れてました。今回の僕のプレゼント、はい、最高のツッコミです。だから、あれですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまず、でちょー、はい、お遊び終了です。サッカー好きな俺もちろん知ってんねん。全部知ってんのよ。例えばサラーが好きとか、おお、リバプールの熱狂的サポーターや。確かに、もう毎週見てますからね。しかも、こいつ赤が好き。しかも、まあ今冬これから着れるもの。さあ、ちょっと見て、泣かんといてな、泣かんといて。いますね。オープン。なんだなんだ。え、お、もうちょっと、これはもうこの時点で、この時点でいいです。しかも普段から使える。ロゴだけ見せた。俺も欲しいな。赤いな。ロゴだけ見せた。じゃあ、えいやー、えいやー、えいやー。Quand t'es venu dans la rue un coup。えいや。ごめん。落ち着けた。俺のこと分かりすぎてるんで。おしゃれやしな。確かにこれいいな。ナイキとリバプール。リバプール FC です。うわ、めっちゃいいよ。え、これめっちゃええや。え、めちゃくちゃ。マジ。いや、お前。あ、これはこれええな。これはえ、ちょっとすごすぎて。あ、ありがとうございます。まあまあまあ、もういいです。もうあとで言うことない。あとで言います。ボラッソやから。ありがとうございました。今んとこ3つエグいの出てんの。エントリーナンバー4、ペロワイ男爵。失礼します。あ、どうもどうも。はい、まあまずこの服、ちょっと待って、まだ生きてるかな。まあとりあえず汚く開けて。汚く、うん、慎重にとか開けんで。オッケー、わかった。汚く開けて。あ、いいね。汚く開けて。ほら、苦しい。よいしょ。はい、中見てください。なんだこれはと。なんだこれはと。まず心情変わり、よう分かったな俺の気持ち。これ何か言います。これ言った後、そんなうまい話あるって多分言うこと。全部操ってるやん。いや、言うわけないやんか。これ携帯に挿すだけでテレビ見れます。そんなうまいことある。で、しかもこれ充電せんでええねん、こいつ自体を。携帯に挿すことによってこいつが充電されるから。なんでこんな便利なもんが。まあちょっと開けてみてんじゃん。こんな中身気にならない。このテープのくっつきの強さ、うんうん、もう屋台の景品やねん。めちゃくちゃ硬いから。いつもしっかりヨドバシカメラが日帰りで中国行ってたわけ。こんなん出てきた。そんなんやねん。
え、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい。それ取り入れるの大変やったわ。いやいやしてるやん。ここになんかこんなんあるぞ。うわー、これはちょっと懐かしい。テンション上がるね、これは。テンション上がるやん。これは家庭やな。これいいやろ。これええな。まあまあまあ、こんな感じやろ。でも本当に使えるから、これはテレビっ子ですからね、僕。そうそうそう、ありがとうございます。結果発表、すぐに点数が出ました。じゃあもう1位から。おお、1位からいく。1位からいくわよ。じゃあ1位からいく。第1位はてっちゃん。まあ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 使うなって感じ。いや、まあ使う。でも欲しいかな。よっしゃ、マジ。次、最下位です。え、待って、もう待って、最下位の方言います。最下位は正解しどうぞ。10点、10点、10点。ひどいな。トモヤンがなんで3位なの。うん、そうなんだ。点数は60点。うわ、結構落ちるの。これなんでかっていうと、めっちゃ嬉しいし、めっちゃ喜んだんですけど、やっぱ敵なんで。敵にね、敵に、まあ、例えばロンドンダービー、マンチェスターダービー、マージーサイドダービーの相手ではないけれども、やっぱり敵、この間リバプールとマンユー、0対5でリバプールが一緒喋ってたわ、こいつ一緒喋ってたわ。てか普通に嬉しかったけど、やっぱリバプールファンですって言いたかった。リバプールやな、正解はリバプールですから。ということでございます。待って、じゃあ俺全おごりですか。あ、おごりですね。なんぼした、これ。なんぼした、俺は1万、うわ、1万3000とガチャガチャで、え、ガチャガチャは400円やから。ガチャガチャは400円です。ガチャガチャは換算せえ17ぐらいかな。俺の1万3000。うん、地獄。1万6000。え、待って、うわ、これじゃあ普段ぐらい結構やる。意味わからへん。いや、お前0円やから。0円やし。もうそっか。